ルパンコレクション、いただき。ギャングラーを倒すな、俺たちだ。オッケーオッケー、楽勝。悪事は俺が暴く。任務は冷静にこなす。銃撃戦なら負けないぞ。こんにちは、アズモンジャーです。今日は髪を切って買い物してきたら時間がなくなってしまったので、ルパンレンジャー VS バトレンジャーのお菓子を食べます。こちらは3月6日に発売されたスーパー戦隊データカーダスのカードが入ったウェハースで、1個100円です。いつものように2個だけ買ってありました。だいたいパッケージは2種類あったりするんですけど、これはですね1種類だけっぽいですよね。こんな感じになってます。全部で12種類のカードがあるみたいですね。裏にですねカードの種類が載ってます。レッド1号、ルパンカイザー、パトカイザー、レッドブルーイエロー、123号、ルパンカイザー、パトカイザー。ルパンカイザーとパトカイザーが2種類ありますね。でその下に、まあ、このマシンで遊べるよってことですよね。それではですね、何が入ってるかいきますね。さっ、おお、パトレン3号さんです。なんでしょうね、なんかこれ変なポーズ、なんか劇中でこんなポーズありましたっけ。これ任務は冷静にこなす、バーンって。これパトレン3号 VS チェンジャーとトリガーマシン3号で明神司がパトライズした姿、パワー1。まあ女の子ですからね、パワー1ですよね。でこれこのポーズあんま可愛くないですね。本当に劇中に出てたんですかね。これこれは顔のアップですね。なんかこれ砲丸投げをしてるようにも見えます。それじゃもう一個いきますね。ルパンブルー、ギャングラーを倒すな、俺たちだ。VS チェンジャーとブルーダイルファイターで宵町トーマがマスカライズした姿、パワー1。これも1か。これ男なのになんでパワー1、ちょっと少ないですよね。人間は全員パワー1なんですか。これ変身前がパワー1で、変身したら2で、ロボが3とかだったら面白いですけどね。なんでこれ1なのかはちょっとわかんないです。それじゃあですね、お菓子食べますね。これ出てこない。それじゃあもう一個の方も食べますね。それじゃあですね、残りのカードはバンダイのホームページで確認します。まずは、あ、こういう風になってるよってやつで、あ、レッドで1号ですね。これ、あ、これパワー2です、パワー2で、ロボが、あ、ロボになってもパワー2、パワー2。そして一人ずつのやつ、これ、あ、これ全部パワー1ですね。これ、あ、これセリフが面白いぞ。これルパンコレクションいただき、ギャングラーを倒すな、俺たちだ。オッケーオッケー、楽勝。でパトレンジャーの方もこれパワー1ですね。全員1だったということで、悪事は俺が裁く。銃撃戦なら負けないぞ。任務は冷静にこなす。で最後のカードはなんとパワー1ですね。これここに人間の時の方が強いんですけど、このロボに乗る意味ないですよね、パワー1。なんか4種類がキラーカードらしいです。多分パワー2のこの4枚ですよね。確かに言われてみれば若干キラキラしてるように背景とかですね見えますね。多分この4つです。そういえばこのデータカード出すのゲームですけど、なんか噂によるとロボ戦の時にさらにもう100円必要だということなんですよね。これ本当だったらかなりえげつないですよね。昔のあのデータスハイパーのあれのやつは100円でロボまで全部いけましたよね。というわけでデータカードダスのウェハースを食べてみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。